今回ご紹介させていただく観光地は、バンコクから車で約1時間15分ほどの場所にあります。その場所はワット・サマン・ラタナ・ラームという名前の寺院で、高さ16メートル、横幅22メートルのタイで一番大きなガネーシャ神の仏像があります。この仏像の特徴は、体がピンク色で片肘をついて半分寝たような姿をしながら、左手には折れた牙を持ち、右手には睡蓮の花を持っています。ガネーシャ神の仏像の前方には、漆喰でできたネズミの像が2体あります。この2匹のネズミはムシカという名前で、ガネーシャ神と親しいとされ、ネズミの耳に願い事をささやくと、ガネーシャ神にその願いを伝えてくれると信じられているため、いつも旅行者が長蛇の列を作っています。まずはネズミの像の前にある箱へお賽銭を納めてから願い事をしましょう。そしてネズミの耳に願い事をささやくときには、もう片方の耳から願い事が漏れてしまわないように手で塞ぐことが大切です。ラタナ・ラーム寺院にはガネーシャ神の他に、日本では梵天と呼ばれる4つの面を持つブラフマー神の世界一大きい仏像もあります。ワット・サマン・ラタナ・ラーム寺院は大変縁起のいいパワースポットとして、国内だけではなく海外からの観光客にも広く知られていて、1日に何万人もの参拝客が訪れています。寺院はこれからもますます繁栄していくことでしょう。